みたいな。伊東純也フリック、馬場ロチョフスキー逆サイドへ大きな展開、橋岡がスリーカットターンした、伊東が行く、伊東純也打てない、アルダヒルのタックルでした。アル低いボール後ろ繋がった、こぼれて林、フラッグ上がっていません。シントトロイデン先生です。少ないチャンスをものにしました。ラマネークロスが来る、両チームの差は縮まります。橋岡のクロス、原の上でスピードがあったり、まあ、創造性を出せるプレイヤーが揃っていると。左を使うヤンセンスが来た、中林待ってますが PK、 斜めのパス、バンデボールとアルテアガからボンゴンダが来る、エリア内速いボール、ムニョスが来る、ムニョス折り返し、フローショフスキー、バウアーです。ヤンセンス使って橋岡ワンタッチ、原ターゲットですがバンデボルトです。そしてフローショフスキー、アルテアがクリアです。縦勝負、クロスが来る、跳ね返した、真ん中跳ね返す、ラブレー出ます。ヤンセンスが来た、中林大地が待っている、ポン、シュートはお互い少なかったという前夜です。伊藤から右、ムニョスダイレクトの折り返し、シュミット、これで自分で運ぶ、ヘネン前が開く、ミドルシュート、伊藤のキック、シュミット出た、近くを使ってヘネンから外、伊藤へ合わない、拍手で迎えますフォアバッハ監督でますし、自分でも持っていけるクラウスから原太一、伊藤が戻ってきます、ヤンセンスのクロス、ジョン・クラウス、長野クロス、シュミット狙ってくる、こぼれ球ヘディング持った、ヘイネン、ヘイネンのミドルのキックです、高いボールヘディング自分で行く、ラバレー、ラバレーのシュート、合わせてくる、真ん中クラウスのクリアです。クラウスが入ったことで巻いてくるヘディング、ムニョスのポテンシャルが変わってます。クエスタのクリアボール狙ってる、マッチアップバウアー外す、伊藤純也、伊藤が裏を取ってくる、伊藤折り返し、シュミット、反応しました、伊藤胸コントロール、伊藤純也浮かせてくる、伊藤ピンチが入ってくるが切り替えでしたが、その後切り替えの早かった伊藤、ウィエン柔らかいボール、シュミットだ、よく触った、伊藤のキック、真ん中アウアーがついてました、その上からメキシコ代表コナテ、コナテのシュート、プレシアードスペースへ、伊藤のキック巻いてくる、ナイストナー、監督の評価あんまり高くないのかなと思いましたけれども、オイエン入れ替わった、オイエンマイナス、コナテシュート、橋岡ナイキ、中クラウスがいる、クラウスだ、こぼれてきてキーパーでボルト、プレシアードへ折り返しには橋岡ついてます、巻いてくる、望みがつながります、マイナス、トルストベットで原太一、中クラウス、ニアサイドへ、オラチュー打てない、こぼれる、パスは得意です、クラウスへ、クラウスシュートキック、ニア上がったボール、シュミットがキャッチ、オイエン引きつけて、伊藤純也ダイレクトのクロスが来る。
So good. I had difficult in the beginning, but now it's improving and I feel much better. Yeah, we had some days where we had two sessions, but I don't know if it's only because it was national team break, we'll see, but I think it's okay. He understands football. He sees football in a good way for me. He sees very small details. Everything you do, he notices it, and the way he plays, I like it. He wants the ball and he wants to play football.